皆さん、こんにちは。ゆっくりしていってね。サンソフトより1988年1月23日に、ファミコン用ソフトとして発売されたほのぼのとした世界味が、特徴のアドベンチャーゲーム。途中で選択したコマンドによって、エンディングが変化するマルチエンディング制を採用。人間と動物が共存する小さな島リップルアイランドを舞台に、一攫千金を夢見る少年カイルが、道中で出会った少女キャルともに、闇の皇帝ゲロゲールを倒すための冒険の旅に出る。ストーリー。人間と動物が共存する小さな島、リップルアイランド。ある日、その島を治めるドテーラ王の、一人娘、ナサレル王女が闇の皇帝ゲロゲールによってさらわれてしまった。ゲロゲールはその魔力によって、この島を支配しようとしているのだ。このままではリップルアイランドは破滅してしまう。そこでドテーラ王は、ゲロゲールを、倒した者には褒美と姫との、婚約を約束する、というお触れを、出した。このお触れを聞いた少年カイルは、早速ゲロゲール退治の旅に、出発した。カイルはゲロゲールを倒すことができるのだろうか。内容。アドベンチャーながらも、テキストで、示された選択肢を選ぶ王道な形式、ではなく、コマンドに対応した対象を、グラフィックウィンドウの中からカーソルで、選ぶことをメインに据えている。そのため、グラフィックのウィンドウがかなり大きい構成になっている。全体的に、推奨の、1986年12月、DOG、のようなシステムである。しかしカーソルとコマンド選択の操作はしっかり分離されているので、上記作品よりは馴染みある操作性に近い。エリアで進行が区切られており、エリアが小のようになっている。エリアごとの条件をクリアすると、次のエリアへと進み、以前のエリアに戻ることはできない。また選択次第では、本来のエンディングへの到達条件を満たさずして強制的に次エリアに移行してしまう場合がある。また、クリアに関わる重要なアイテム以外はエリアを、またぐタイミングで処分され、持ち越すことができない。物語としては上記の、通りファンタジーの世界味である。シリアスとコミカルを程よく、ミックスして、触れ込みの通りほのぼのとしたタッチな絵質で、書かれている。主な登場人物。カイル、主人公、一攫千金を夢見る旅の、少年。キャル。ゲロゲールによって住んでいた家を破壊され宿なしになった少女。カイルと出会い旅を共にする。ドテーラ王。リップルアイランドの王。ドテラのような服を着ている。ナサレル王女。ゲロゲールにさらわれたドテーラ王の娘。ネタバレ注意。ゲロゲールにさらわれた上にカエルにされてしまう。進め方次第ではカエルはカエル状態のままの姫と結婚する。というより強引に結婚させられる、ある意味バッドエンドが、待っている。ゲロゲール、自称、闇の、皇帝、ネタバレ注意。その姿は神技の力によって、巨大化して進化したカエルである。サンソフトが発売元のためか、名古屋弁で喋る。この他に様々な動物や、人間がいて、カエルたちの冒険を支えてくれたり邪魔したりする。コマンド。コマンドはそれぞれアイコンになっている。左から以下の、順で並んでいる、移動、アイコン、4方を、指した、の矢印、十字キーで四方を選んで、場所を移動する。移動できない方向に矢印は出ない。見る、調べる、アイコン、目だけのついた顔、見たり調べたりする。話す、アイコン、こうだけのついた顔、
キャラクターと会話する。いない場合、キャルとカエルで話したりカエルが、叫んだりする。取る、アイコン、で、物を取る。アイテム、アイコン、道具袋、アイテムを使用する。入る、アイコン、足、主に扉や穴などにいる。蒸気の、移動、で代用できるものもあるが、行く先が2つ以上ある場合、このコマンドが必須となる。押す、アイコン、下向きの矢印、物を押すだけでなく、叩く、という形でも使われる。引く、アイコン、上向きの矢印、蒸気の逆。パスワード、アイコン、手帳と、鉛筆、パスワードを発行する。入力もこのコマンドで、いい、パスワードが正しければそのポイントに、飛んで再開となる。見る、調べる、取る、アイテム、入る、押す、引く、のコマンドはすべてカーソルで、グラフィックウィンドウの中から対象を、選ぶ格好になる。アイテム、のみ、持っている何を使うか?が必要なため、サブコマンドとして持っているアイテムが、表示され、使うアイテムを選びカーソルで、何に対して使うかを決める。評価点。アニメーションアドベンチャーという触れ込みの通りでアニメーションが豊富。ファミコンのアドベンチャーでここまで動くアニメーションがふんだんに用いられているのは当時はもちろん後々まで含めてもかなり少ない。それに合わせてグラフィックのウィンドウが非常に大きい構成になっている。キャラが動くだけでなく画面全体に及ぶものまである。ストーリー自体は短めだが、マルチエンディング方式で、ハッピーエンドも一つではない。本当のエンディング以外では、スタックロールがないと早え、それなりにハッピーエンドに思えるものもあるので、一人かの物語が楽しめる。いかにもバッドエンド早漏なものもある。ほのぼのとした世界見でストーリーは心温まる物語。序中盤は、まさにほのぼのした展開が続くが、一方で終盤での劇的な展開は引き込まれるものがある。ほのぼの系なだけにギャグっぽいバッドエンドでも、それなりに味がある。悪役キャラも皆どこか可愛げがあるデザインになっている。また、面白おかしく笑えるコントのような一面もある。詳細、ネタバレ注意。エリア2の際を、ムササビに運んでもらうときに、地味に扱いがひどいカエル。キャルが、キャー、と叫んだだけで、大説法。中世ファンタジー系の、魔王の巨城ながら王があったり和風の、酒瓶や酒像などがある。魔王的存在のゲロゲールが、名古屋弁で喋ったりと、最終決戦なのにどこか、笑わせてくれる。ハッピーエンドの条件を、満たさないと、なされる王女はカエルのまま元に、戻れずカエルは鼻から褒美の、金だけもらう気でいるのに、ドテイラ王が、もう式の準備は整っている、と、強引に結婚させられる。カエルも困った顔で BGM が、ハッピーエンド時の結婚行進曲を、妙に間抜けな雰囲気にしたものになっているなど、細かい部分まで凝っている。コンティニューはパスワード制ながら非常に、扱いやすい。20文字と短めで、使われている文字は、あ、の、く、だけで、文字も非常に大きく表示されている。よくある、め、と、ぬ、や、といった間違いやすいものがなく、書き写しミスのリスクは、だいぶ小さく抑えられている。賛否両論点。進行に必須なのにノーヒントで、直感に頼る部分がいくつも、存在する。キャラがほのぼの系ながら、物語の進行に関わる行動に、ノーヒントが物があり難易度が、高めな特徴は前年ディスクシステムで、発売された、ファミコン昔話、に、き、しま、に、似たところがある。ハッピーエンドの条件を満たさないまま進むことができるポイントがあり、そうなると最後まで取り返しがつかない。一応、その点はパスワード制なので、履歴を取っておけば戻りが、引くのは幸いだが、閉まらないバッドエンドを見せられるまで、やらかしたことに気づきにくい。とはいえ、もともとストーリー自体が短めなので、手応えを感じられないまま終わることもありうるので、
多少はやりごたえになる部分は必要ではあるし、マルチエンディングであり、それぞれにプレイ次第で様々な結末を見せるゲームという意味では、あまり的確なヒントを与えすぎてしまうと、意図的な自白プレイをしない限りそれを見せられなくなるので、このゲームの持ち味に消化しているとも言える。問題点。アニメーションがふんだんに取り入れられているのに、反して、絵質では少々雑な部分も見られる。割と重要度が低いこともあるだろうが、開始直後の草むらなどは、かなり雑な感が否めない。このゲームを語る上で必ずついて、回る、帰る、何やってるのよ、ハズレの部分を押したり引いたり取ったりすると耐えていけるの、セリフがこれ。見る、調べるの場合、帰る、どこ見てるのよ、要領的に仕方ない部分、本作の、要領は1メガ、だとしても、それなりにバリエーションが欲しいところ。のヒントが絡んで難しい点に関しては不満に感じやすいが、操作のレスポンス自体は速く、メッセージもスピードがありながらも区切りで飛ばされることもないので、総当たりの形式でも煩わしさを感じにくい。また絵質が少々雑な部分もちらほら見られるが、この時期のゲームにしてはアニメーションがよく取り入れられており、物語を楽しむアドベンチャーとしてそれを盛り上げる演出という点では申し分なく、この2、3年後のゲームでもここまでのアニメーションを取り入れたアドベンチャーは有数である。肝心なストーリーに関してもノーヒントによる難しさから進みにくい難点はあれども、全体的な出来は良く、ほのぼのタッチのコンセプトは一貫している。さらにマルチエンディングにより複数の結末にたどり着く展開や世界見に関しても、この当時あまり見られないものであり、真新しさという点でも申し分ない。当時のソフト売上本数は低かったが、レトロゲームブームが本格化する前の時期にもかかわらず移植が望まれ実現した点からしても、紛れもなくファミコン屈指の名作アドベンチャーの一つに間違いない。移植。後年の再評価やレトロゲームブームをきっかけに発売から十数年以上を縦書きの移植版がいくつかリリースされているが、今となってはすでに前世代の機種のみでとどまっている。幸いにも各 DL 版は2022年現在でも購入が可能となっているものの、せめて現行機種での復刻版を願いたいところである。同年6月発売の超惑星戦記メタファイトとともに、プレイステーションソフト、メモリアル星シリーズ、3ソフト、ボリューム4、2002年2月14日に移植された。全く同じカップリングされた形で、PS3、PSP、PS Vita のゲームアーカイブスで2010年10月13日に配信もされた。PC 上でレトロゲームを復刻配信しているプロジェクト EGG から2012年6月26日に Windows 版が DL 配信されている。 3DS でも DL 専売として2013年4月12日に単体移植されている。余談、本作は当初ディスクカードで発売する予定だった。開発途中の画像ではセーブのアイコンがディスクの形になっていた。製品版ではパスワードによる継続のためか、戦術の通り手帳と鉛筆をモチーフにしたアイコンに変更されている。またロムカセットに変更後も、もともとは1987年12月に発売する予定だったのが、結果的に間に合わず延期となった。このようなケースの場合、クレジットは前年のままのが多いが、本作はちゃんと1988スンソ FT とかいエンジンと1988年表記になっている。メディアの変更や口述の漫画版の掲載誌の休刊、そして発売延期が絡み合った結果による混乱で、発売前の知名度とは裏腹に売り上げが低迷したのが後のプレミア化の原因になったとも
言われている。徳愛田書店のワンパック、コミックスで連載漫画化され単行本化、昭和63年2月20日初版、もされた。作者はゲームのオフィシャルイラスト、も、担当しており同誌での巨匠の一人に、数えられる、森健氏、ゲーム本編よりも可愛いタッチで、書かれており、いかにも、ほのぼの系、という雰囲気が、ある意味ゲーム以上に出ている。カエルが非常に可愛く描かれ、企画千金の野心家に歯とても見えない。連載時は途中で終わってしまったが、単行本で大幅に加筆されており完全に保管された形となった。また単行本ではマブーラの翼も掲載されている。なお漫画版の欄外で森健氏がギャルの写真集を出したいなと書いていたが、これは後西の HP 上で実現されている。残念ながら現在では削除されてしまった。単行本化されたゲーム系作品では最新作を扱ったものとして最後となった。その後は3月に、リンクの冒険2巻、5月に、スーパーマリオブラザーズに3巻が発売されたもののいずれも、ゲーム自体は既存作で、ストーリーも独自のもの。他は、無茶の猫丸、キョンちゃん、ロ、根性ガエル、1、8巻、と、ゲームとは無関係なもの。現在では非常に入手困難になっており、相当のプレミア価格となっているが、2021年になって、ついに電子書籍化を果たしており、気軽に読める環境になったのは、嬉しいところ。また、必勝テクニック完璧版、シリーズではないためゲーム攻略の、観点ではほとんど益に立たない。そもそも、本作で難解な部分の、一つである中盤が端折られている。1994年に発売されたスーパーファミコンソフト、すごいヘベレケに、今作のオープニング BGM がアレンジされて使用されている。概要。1988年初頭に、サンソフトが発売したファンタジー系アドベンチャーゲーム。メーカー自身が、ほのぼの系、と、自称しているように、キャラクターは可愛いタッチで、描かれている。また、アニメーションアドベンチャー、とも、銘打たれている。ゲーマーの意見、PCC 意見、良い点、キャラデザ、特に普通に可愛く、女の子としての奥ゆかしさも、感じられたヒロインの、ギャル。なぜか名古屋弁で話したラスボスも、強烈な印象を残した。他の同時白のゲーム同様、チープながらもコミカルでノリの、良かった BGM 面。進んでいく画面ごとに各種アイコンを、選んでいろいろゲームを進めるのに、試行錯誤できた。自由度の高さ、良い点、4点目の裏返しでもありますが、それゆえに生地謎解きが難解だったこと、でしたね。序盤のステージでも、よく考えていかないと何が、何だかよくわからない、ところもありました。ラスボスまでたどり着くことすらもなかなか、難しかったですね。総合評価、サンソフトの一昔前の、ゲームって、結構癖の強いゲーム多かったけど、本作でも見た目の、コミカルな雰囲気とは裏腹に、よく言えばプレイの選択肢が、広かった、悪く言えば意地悪、テストみたいな難易度の高いゲームだったのかもしれません。つい最近も VC でダウン、ロード開始されたらしいけど、攻略本なしでクリアできる人って、結構強者でしょう。評価はちょっと迷ったけど、自分には敷居が高かったかなということで、普通、で、門限意見。バーチャルコンソールで配信されたので、プレイしてみました。ゲーム内容は短いですが、かなり難易度が高く普通に、考えてだけではまず無理な謎解きがあります。中でもエリア2の赤い花探しは、考え方を変えなければ解くことができません。それでもやはりキャラクターは魅力的で、特にケルが大好きである。彼女の存在のおかげで、短い内容でも何度も、プレイさせる気になりました。やっぱりキャラクターの魅力って、大事ですよね。評価は、
とても良い。このようなほのぼのとしたゲームがもっと増えてほしいものです。消しゴム意見。ファミコン時代のドラクエさんを発売日に買うことができたら、自分はこの作品をプレイすることはおそらくなかったと思います。自分がドラクエさんを買ったのは発売日から数月経ってからです。大まかなストーリーは、主人公カイルが湖に沈んだ村の少女ケルと共にゲロゲールを倒してさらわれた王女を救うため、ゲロゲールの白足のある北の海を目指すというものでした。操作系統は、9種類のアイコンを登場人物の目や口頭に合わせる当時のパソコンアドベンチャーに近いもので、複雑な分岐はなく、ゲームオーバーになる箇所は1箇所のみ。その上、マルチエンディングも採用されているという具合に作品自体の作りには、非の打ちところはありませんでした。
Thank you.